はい、どうも、どうも、しーです。月曜日、10日から始まる月曜日の来週というか今週のクエスト、またぎはね、5000、1000、6500で当たっております。でん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 。で、今週というか先週は外れておったんですね。前振り、よろしいか。で、今週は、7月3日から10日は、5438円。5万円。久しぶりじゃないですか。21時間16分70回でした。70回で5万円いきましたね。今週はね、7月3日から10日の週は、またぎ外れだったんですよね。だから先週っていうか、さっき見せたのまたぎより5500円低いんですよ。で、だから4万円超えればいいかな、みたいな。別に70回やらなくてもいいや。だってまたぎだって5000、1000、1000って70回で7000円のまたぎだからさ。別に70回こだわる必要ねえなと思ってたんですけど、やってたんですけど、70回でお前行きましたね。なんかこう、単価が高いのと、あとなんか、昨日今日なんか雨食え夜ついてたよね。雨食え出てて、雨降って、まあ、ポツポツ来たけど、そんなほとんど降ってないんですよね。なので、まあ、ウーバーがちょっとね、おばんぶればいしてるんで、5万円いったかなって感じですね。70回で5万円ですからね。普通70回で5万円いかないですよね。先週は、70回で4万8000。ただ、これは、またぎが当たってますからね。またぎが当たってなくて、またぎが当たってなかったら大体こうですよ。62回で4万円とかですよ。これでも、ね、あと8回やっても5万いかんでしょ。ね。4万8000。だから最近はもう当たり外れ、当たり外れで繰り返してるから、大体外れると、ほら、だって、いつこれ ?6月5日から6月12日なんて、70回で4万円ですからね。1万円違いますよ。それだけ単価が高かったり、アメクエが出てたりしてたんでしょうね。なんか今日のアメクエ結構高かったよね。で、なんか高いの取ってたのは今日はでね、今週の土日はそんな高いの取ってなかった気がするんですけどね。でもなんか金曜日とかは結構取った気がする。まあ、1000円以上ですよね。1000円以上で。だって昨日かな、久しぶりに有明ガーデンまで行ったからね。有明ガーデンまで大阪王将持ってって、大阪王将ね、餃子の王将持ってて1400円とか1700円だったね。久しぶりに有明行ったなぁ。あ、まあね。なんかあったかな。結構高いやつもあるんですよね。まあ、距離が距離だったりするし、まあダブルだったりトリプルだったりするんだけど。まあ基本今週とかは、だからほら、まあ来週っていうか、東京から始まる週は、まあ70回やらないといけないじゃん。だから70回やらなくていいなと今週思ってたから、基本シングルで撮ったんですけどね。だってダブルとかやる意味ないじゃん。件数いらないから。でも、いつかな、金曜日かな、結構なんか380円のローソンとか取ってたけど、取る意味ない、件数いらないから。あと何回か、マックデリバリーがね、最近結構ね、なるよね。マックデリバリーね。マックデリバリーさ、今日マックデリバリー1件間違いピンポしちゃった。1個立てて。いや、そこピン立ってたからさ。そこピン立ってたから、間違ったの。マックデリバリーさ、ちゃんとさ、マックデリバリーさ、お届けする家にさ、ウーバーで届くって分かってんのがね、なんか私は思うんですけど、中には、ウーバーで届くのが嫌だからマックデリバリー頼んでる層って絶対いると思うじゃん。で、マックデリバリーは今までマックの店員が持ってたじゃん。制服着てさ。だから、ウーバーイーツだと誰が持ってくか分かんねえから、マックで頼んでた層って確実にいると思うんだよね。それさ、大丈夫なの？大丈夫なの？と思うし、まだないけど、そのマックデリバリーでこぼした時とか、評価とかチップとかさ、マックデリバリーはダブルはないよね。マックデリバリーでチップとかないのかね。ちょっとさ、よくわからん。なりがや多くなるのは嬉しいけどね。注文が多く入るのはね。そんなとこですかね。マック最近、東洋マックひどいね。なんかバイク5台ぐらい待ってバック5台ぐらい鳴り待ちしてましたけど。今日なんかダブったから東洋マック行ったんですよ。東洋マック鳴って、取って、ダブって取ったら、もうすごいひどいことになったから、両方キャンセルしたというような。がありましたけど、トイマックバグってた。でもそういう時ってさ、トイマックしかならないしさ、結局待つしかないのかなってとこもあるしね。あるんですよね。やってか、まあ離れればいいのかもしれないけどね。国の中からマクドナルドから離れればいいかもしれないんだけど、まあ、近くで地蔵しててもさ、トイマックしかならんし、終わりました。で、今週、7月だから始まる週は、またギが当たってるんで、まあ、今週はね、まあ、とりあえず70回。いや、てか、先週は70回やる気なかったんですけど、70回、なんとなくやったんですよ。もっとできましたけどね。まあ、やりました。来週も70回。で、なんか、8月からでしたっけ？あ、まだ随分先だね。メニューがね、いろいろ改定があるみたいで、なんか動画で見ましたけど、メールも見たけどね。
なんか距離じゃなくなるとかいうのと、あとなんだ、距離じゃなくなると PPDD が集まるとなんかセブンなんとかが始まるとか、そういうような、ね、感じでした。とりあえずキャンセルできるようになれよって思いましたけどね。とりあえずキャンセルできるようになってほしいですね。あとはなんだろう、まあ、料金、あ、なんかあれだよね、今までだから何キロとか出てたのが料金で分かるようになるでしょ。それはいいよね。私がメニューやめたのはそのね、あのなった時にあれですよ、距離のしか分かんないじゃん。もう距離もさばいまれてんだけど、それでさ、しかもさ、今までメニューって店まで行くのと店からお客様の距離が一緒だったんですよ。ただ俺がメニューやめたタイミングで、やめたタイミングって俺がそれでメニューやめたんだけど、店までビッグの距離っていうのがすごい安くなっちゃったね。結局その店からお客様の距離だけみたいな感じになっちゃったから、それをその距離を分けて表示しないんですよ。7キロって出ても、あの1キロ6キロなのか、6キロ1キロなのかなので、金額が全然違うわけですよね。あのお店まで6キロ、店から客先まで1キロなのか、お店まで1キロ、そこから6キロ走るのかで全然違う、料金違うのに、それを瞬時に自分で計算しなくちゃいけないんですよ。クソだと思ってね。もうそこやめましたけど、メニューね。だいぶ前ですけどね。もう1年以上前か。クソだと思った。バカじゃないのか。料金で分かるようになったと。まあでもまだ店でキャンセルできないのがあるんだけど、ね、メニューね。で、メニューはだからさ、一件ずつやるから、まあそこでね、こう、なんつうのかな、落ち着いて配達できる環境だったんだけど、それもなんか、ね、今まであの、なんつうの、なんだっけ、ダブルドロップじゃなくて、なんだっけ、PP は目に昔からあったんですよね。複数点でピックしてドロップがあったんだけど、今度からはダブルとかもね、メニューでも、メニューでも、ダブルが、メニューでダブルあんまないかもしれない。でも同じ、だから結局ウーバーに寄せてきてるわけじゃないですか、メニューもね。PPD でしょ。ただ、もうほんとウーバーはさ、隣のお店、ドロップ先も隣のマンションみたいなことになるじゃん。メニュー、ウーバーはね。それはもう注文の多さがなせる技ですよね。本当に隣のお店でドロップして、ピックさして、ドロップ先も隣みたいなね。そういうのが、ウーバーはできるんだけど、メニューは多分そこまでできないと思うんですよね。まとめるっつっても全然遠いと思うんで、結果として、あ、2軒目の人かわいそうな状態2軒目の人かわいそうな状態になって、だから今までさっきのウーバーの例じゃないけど、今までメニューはダブルがないから絶対1軒目だからっつってメニューを頼んでた人が、まあ果たしてどれぐらいいるかどうかわかんないけど、そういう人ももうメニューを使うメリットはなくなっちゃうよね。まあただわかんないけどね、メニュー使ってる人は大体あれでしょう、あの au のなんかプライムパスみたいな、 au パスみたいな入ってる人がやるでしょ。だからまあ基本っていうか、まあそれがありなのかなしなのかわかんないけど、まあ au ユーザーのパスに入ってる人はまあメニュー使ってもいいかな的なところだけですよね。ぶっちゃけた話、他あんまメニュー使う意味はあんま私には考えられないですけどね。配達員としては、だから、その、一件ずつできたり、そのね、お金が、あの、速給だからね、一件配達して、キャッシュとか、APAY に出金すれば手数料なしで、まあ、現金じゃないけど、すぐ使えるから、ご飯代ない時とか、とか、一件とか配達してご飯食べるみたいなことができるんで、そういう意味ではすごいいいと思うんですけどね。早く俺、Uber もやってほしいんだよね。Uber も、その、APAYとかに、すぐ出金できるようにしてほしいよね。そしたらすごい助かるんだけどな。現金も現金で必要だけどさ。それがもう、なんつうの、Uber のいいところですよね。まあ、ぶっちゃけた話、現金やるよって話ですよね。Uber も現金をやれば、速攻で現金手に入るじゃねえかよ、みたいなね。ガソリン代もね、できるよ、みたいな話だけど、まあ、現金はもうトラブルの元だから。現金はやらないに越したことないと思いますけどね、私はね。はい、以上、そんなところで、ともしでした。あとでしゅ